リップアドバイザリーのテーマパーク部門でディズニーランド、ディズニーシーの次に堂々の3位になった公園です。一番元気がいいのは皇帝ダリアです。人の倍以上の高さに咲き誇っています。コリウスの茎の断面は四角形をしています。だから葉っぱは90度ずつ直角に交互に出ているのです。ドウダンツツジも彩りを添えます。ドウダンツツジだ。あ、ごめんなさい。秋も深まっていく中を子供用の新幹線を走っています。この変形自転車もいつも大人気、長い行列ができています。ありがとう。醜いアヒルの子や人魚姫など昔読んだことがありますよね。